私も可愛いんですよ、あ、なんか葉っぱが顔ですね。そうなんです。で、私の小野光一さんからいただきました。収穫したリンゴについていた1枚の葉っぱ、よく見ると虫食いの跡が顔に見えました。自然の跡に笑顔になりましたとおっしゃっていました。なんだかちょっと悲しそうに訴えかけられているような表情にも思いますよね。そうですよね。リンゴの選別作業をしている時に発見したので、食べないでと言われているような気がしたそうです。でも出荷しなくてはいけないので、せめて写真に撮ってその姿を残しておいたということですよ。食べないでって言われても、でもこのリンゴ赤くて美味しそうです ね。蜜がたっぷり入っていて最高の出来だということです。はい、ありがとうございます。今日は2枚とも顔つながりの写真を、はい、眺めました。可愛い作品をありがとうございました。